はい。えっ、ー、と、日本語教育世界の皆さん、ナマスカラール。えっ、ー、と、これは、第三、第2週の、えー、ビデオの4本目になりますね。はい。えー、このビデオでは、えー、オーディオリンガル教授法について話します。これは、えー、私たちが皆さんに配っているみんなの日本語。えー、そみんなの日本語の教科書が、このオーディオリンガル教授法を、使、えーえー、使っているからですね。はい。<laughs> はい、えー。日本語教授法には大体3つの時代があると思っていいです。えー、1つは最初のオーディオリンガル、えー、文系シラバスですねで。その後、コミュニカティブアプローチの、えー、文系シラバスという時代ができました。今は、えー、タスクシラバスとか、えー、行動中心アプローチという考え方が中心になっています。ですからオーディオリンガルは一番古い教授法ですね。この中では。<laughs> で、えー、じゃあオーディオリンガルは何かというと、 えこういうふうにですね、えー、文系練習を使ってたくさん話す練習をする教授法ですね。で、オーディオリンガルの前は <laughs>、先生が話すだけだったんですね。えー、先生が話すだけで、オーディオリンガルの前ですよオー。オーディオリンガルの前は先生が話すだけで、えー 学生は全然話しませんでした。だから文法は理解できても話す練習が全くないっていう、そういう問題があったんですね。えー、しかし、オーディオリンガルではこの話す練習をたくさんしたので、えー、それを解決するだろうと思われていました。えー、しかし、1990年頃までにはですね、もうオーディオリンガルの次のコミュニカティブアプローチの方がいいという、そういう結果になって、えー、今、あの、使われなくなってしまいました。 さっきも言いましたが、みんなの日本語は、このオーディオリンガルの、えー、教授法の、えー、教科書です、えー。ここは別の本ですけど、オーディオリンガル法は、実際のコミュニケーションでは役に立たないとの結論に至りました。こういうふうに書かれていますね。はい。えー、実際にですね、えー、文系練習では定着しないということも、もういろいろな、えー、研究でわかっています。でえー なんで文系練習が人気があるかっていうと、あの、頑張ったっていう気持ちになるんですね。先生も、えー、学生もとても頑張った気持ちになります、えー。そして実際に練習のすぐ後には効果があるんですね。えー、だけど、1ヶ月後にはもう効果がなくなっているということが、いろいろな研究でわかっています、えー。最近人気がある本では、この小柳先生のこの本ですね。この本とかにも、えー、こういう研究のことはとてもわかりやすく書いてあります。 <laughs> えー、この本は、あの、Kindle でも買うことができますから、えー、ぜひ、日本の Amazon から買うことができる人は、ぜひ、読んでください。はい。えー、じゃあ、最近ではそ、その代わりに、どんな教授法があるかっていうと、さっきも言いましたけど、コミュニカティブアプローチとか、えー、タスク調べとか、行動中心アプローチですね。<laughs> タスクジラバスの教科書と,教科書としては、できる日本語がとても有名です。えー、行動中心アプローチは <laughs>、丸ごととか、彩りっていう教科書が、えー、とても最近は人気がありますね。はい。えーであの じゃあ、どうして、あの、このコースで、この、みんなの日本語を使うかというと、まあ、インドでは、まだこういう教科書はあまり有名ではないんですね。なので、えー、みんなの日本語、とても古いんですけど、えー、この本を知らないと、えー、就職することができません。えー、ですので、皆さんは、あ <laughs> の、えー、まずは、みんなの日本語で、えー、あの、就職できるようになって、就職した後で、こういう新しいね、教授法で、えー、ぜひ、 いいコースをデザインしてほしいと思っています。はい。えー、それでは私からは以上になります。個人面談もお忘れなくお願いしますね。はい。それでは失礼します。フィルミレンゲー。